さあ、この DLC の不可の集落で刀比べができると。ここかな？力試しをしないか。ぜひともお願いしま刀比す。べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだ。これが娯楽というわけそか。れに木刀で戦うから怪我もしない。いや、怪我するっ大て。義がなくては争わんぞ。大義ね。褒美なら出してやろう。何？勝てればの話だが。さあ、どうする？勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。星の太刀に敬意を表してお前をこう呼ぼう。何？一刀と。一刀。いいか。参加する奴らは皆それぞれ型が違う。ああ、なるほどね。強みも弱みもだ。さあ、早く選べ。選べ。みんな待ちわびてるぞ。ああ。で、ここに座ってる3人と戦えるわけね。じゃあ左から順番に行こうか。お願いがあるんだよ。タッケ。私に勝たせてくれ。なんで？子供が9人もいて、夫が病なんだ。褒美が欲しい。あ、そういう作戦ね。これが生業では。油売りだよ。みんな仕事だったからね。戦いに慣れてるだけ。頼むよ。8人の子が腹を。いや、そんな泣き落としは通じませんと。9人だと聞いたが。気づかれたか。じゃ、あんたを潰すしかないね。一刀と竹の勝負。ただの嘘つきじゃん。私に従えばよかったのに。刀比べの始まりだ。さあ、しばいてやろうか、こいつを。一刀対するは死の商人。おい、めちゃめちゃ物騒な名前ついてんじゃねえか。5点取った方が勝利。なるほど。始め。はいはいはい。ああ、なんか昔を思い出すね、これは。はいはい。おお、やるじゃねえか。ちょっと待って、武士の名俺、このままでは。ほら、ここ。はあ、こいつどんな立ち筋してる。ほら、ここ。はあ、ふん。これよ。オッケーオッケー。ちょっと待って、こいつ強えな。おい、おい、足腰に来てんじゃねえか。おい、ふらついてんぞ。カモンカモン。おい、ビビってんのか。暗いな。ガトツ。あっぶね。やめ。すげがさしゅうと似たような技を使ってきやがって。始め。いや、これちょっと次取られるわけにいかない。こ、あー、勝ったのは強くない、こいつ。6人。始め。はい。下がれ。いや、こいつ4本こっちが取ってからの動きがさ強すぎる。ここまではさ余裕でいけそうなのに。始め。はい、3本先週。こっからですよ、こっから。こいつね、受けの体勢に入るんだよね。で、だからここをうまく崩していかなきゃいけないんだよね。やばい、電波しろ。今入っただろ、絶対。あ、やめ。オッケー、崩れた。ふう、これあれだね、体勢崩さないとダメなのかもしれない、もしかしたら。こうやって受けるから、ちゃんとで、そこをちゃんと狙ってこいつの体勢を崩す。やばい、電波しろ。オッケー、救い上げた。死の商人を倒した。
ルしたね。私が負けるなんて。いや普通に強かったよお前。その刀か。はい。腕が足りん証だ。なんだと？太刀は戦にのみつく。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。ヤンキーじゃん。それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一刀と甲斐の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。さあ勝負。まずはこいつ。一刀対するは荒くれの海賊甲斐。殴っても蹴っても許される。蹴りとかもうまく使ってもいいのかもしれないね、こういう時は。さあ行くぜ。始め。あっ、離れろ。甲斐に行って。やるじゃねえか。始め。はい。おっ、双方下がれ。甲斐に行って。口だけじゃねえこいつ。始め。ちょっと待て。やばい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 。ちゃんと実力は伴ってやがる。ほい。ケツ叩いてやれ。避けてお尻をペチンとやってやろう。ここ。お。ほい。ほい。ちょ、目が回る。さあここまではなんとか。始め。まだ返せる、まだ返せる。オッケー、3対3。来いよ、かい。いや、構え変えたね。居合だね、それは。オッケー。菅笠衆ほどじゃねえぞ、それは。さあ、残り一発。うい。さっきの女の方が強かったぞ。いや、ちゃんとお辞儀するの偉いな。運が良かったな。さあ、最後はこいつかな。安らぎがある。オーケー。かようなところに僧がいると。僧兵か。これも修行の一つだ。自暴が海賊に襲われた折、私は鉢で奴らを殺めてしまった。不摂政の会を破ったか。ああ、しかし悟りに近づけた気がした。そうなの。戦ってくれ。あの光をまた見たい。一刀と王安の勝負。光栄の極み。刀比べの始まりだ。さあ、王は勝負だ。まずはこいつ。一刀。いや、なかなか強そうだね。破壊層。王安。殴っても蹴っても許される。お前先に5点、すごい異名ついてんな。はじめ。さあ、ムカデとか取り付いてないか、破壊層っていうか。あ、蹴り。なんてやつだ。ちょっと。ねえ。こいつ、はあ、なるほどね。蹴りは食らっても大丈夫と。それが。舐めやがって。こいつやってやがる。生意気だ。くそ、俺だってな、こういう技だってできんだからな。風の肩からの蹴り、アップで。はい。ちょ、生意気だ。ほら、オッケー。どうよ、蹴り返し。こいつめっちゃ蹴ってけら来やがる。うわ、腹立つな。あ、避けるバックステップでやるじゃねえの。ちょない、もう遊ばれてる。破壊層蹴り、オッケー。蹴りが弱点か。行くぜ。あ、食らわねえよ。蹴り、破壊蹴り、オッケー。こういうことな。始め。さあ、こっから動きは変わってくると思われるが、破壊蹴り。やめ、双方下がれ。あ、クソ弱えやこいつ。対処法が分かればこんなもんだわ。ちょっと距離を取って、ちょっと溜めさせて、蹴りを溜めて放つと。何、破壊蹴り、オッケー。
こういうことね。あったのは一頭。悟りに近づけた。本当か？蹴ることで悟ってたな、最後のやつは。ミサオ。だがそれもここまでだ。え？あ、ラスボスじゃねえのこいつ。おい、あ、貫禄がちげえ。もう目が座ってるもんね。誰？誰かに似ておるか。息子だ。もし生きていればあんたほどの年だ。身内を失う辛さはよくわかる。息では普通さ。俺も父親を失った。息子と釣りをしてたら賊に襲われてな。なんとか釣り竿で懲らしめたが、海は血の赤で染まってた、うん、その色がとても綺麗だな。あ、狂っちゃった。怒りと悔いをここで晴らしたいようだな。そういうことね。あんたも同じだろう。だが勝つのはどちらかだ。一刀とミサオの勝負。さあ勝負だ。ミサオ、血の色を見せろ。刀比べの始まりだ。いや強そうだね。なかなかこういうやつが一番強いからね。赤き漁師。赤き漁師。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。 OK、 行きましょうか。はじめ。うお、うお、ちょ後ろへ。ミサオに1点。はじめ。はい、こう。いや、ちょっとあれだね、竜像思い出すね、これは。くっ。いやー、そりゃちょっとな、死ぬ。これさ、はいはいはい、あっ。はいはい、あっ。はい、どうこれ、ジャンプして。はじめ。あ、さあ行くぜ。これは避けて避けて、ここいいね、入った。避けて避けて撃つ。それでやるしかねえな。避ける、避け、あっぶね。避ける、ここ、いいね。いや、こいつ強い、マジで。はじめ。動き変わる。こっ、やべ。オーケー。東方下がれ。一等に一点。あの派手な動きに騙されるな。あ、それ避けづらい。あぶね。ここ。うは、ちょっと待って、息が詰まる。こっ、くー、悔しい。避けて避けて避け、よよよな、こいつ頭おかしいんじゃねえか。はい、ここ、東方下がれ。けえ、あと一発。はじめ。あー、今のはちょっと受け流せたんじゃねえか。はじめ。ここ。勝ったのは。よし。これ強えわ。息子と戦ったかのようだ。お前の息子もなかなか強いんじゃねえの、そしたら。東の岩場に来てくれ。お？そこで赤い染め物を。赤い染め物を売っている。へえ、ちょっと見に行こうか。ああ、それでここで。赤い染め物を売ってると、ミサオが。へえ、一刀です。比べの達人よ、待ちわびたぞ。すごい、なんか気に入られちゃったんだけど。赤い締め衣のミサオだ。赤い締め衣のミサオ。さあ、祝いとして一つ持って行ってくれ。ありがとう。ああ、それで海賊のやつを倒すとこの木刀が手に入って、おで赤い染め物でこんな風に赤くなると。いいね。
あとはこんな怖いお面が手に入ると、あとはこの傘が手に入って、あ、鎧も真っ赤に染まってるんだね。こんな風に、これ結構おしゃれじゃない？それじゃあ今回ここまでということでありがとうございました。じゃあね。